原との間に距離ができましたから、はい、あそこのスペースを森田が埋めたってことだと思いますけども、うん、非常にいい判断ですね。はい、でボールをダッシュしてからの今度は前の前線の動きが4人います。ました橋本を使いました。さて森田でカット、また森田でもらい直し、知念が行く、吉井に取って素早く今度はフロンターレの攻め、前頭に当てました谷口。森田出ました、森田がデルマーレット食いついた森田、森田うまく酒井を剥がした。家永が右拾った森田、シュートは来たか。外に人数がいますけど、そこを使うのか、同じ狭い方を使っていくのかというところです。抜けましたね、そう抜けた、前に当たりますよ、センター2発だ、うん、シュート、ゲット。こういうのですね。いいボールだ、完璧だ、決まった、完璧だ、入った、ヒールでつなぐ、森田入れ替わった。はい、ちょっとキックフェイントを入れてるんですよ。ほうほうほう、それだけで残り時間が少なくなってきました。ここまで1対1、おー入れ替わった、森田の対応、うん、マイボールです。おー森田運ぶ、中に入った森田、小林、アウトにかけた森田のパス、なるほど、あのともどんだけ面倒くさくても走られていませんから、まあ、ここのボレーの差で全然すばらしかったですね。森田プレスバックしました、長尾届いたチャンス、山根が出てきてレアンドロダミー、山根に届けました森田。今の中盤は順番にポジション取りますが、後半は田中美に上を、山根で裏を取った、大久保が出た、大久保が足を出した、森田チャンピン残しましたが、森田逆を取ります。いや森田こういうところうまいですね、はい、脇坂スイッチした、さあ森田左は広大なスペースがありますが、中村健吾の落としスルーしてというところになりますが、前ドリブルで運んでいきます。おお家永収めて森田へ、知念だ、知念、レアンドロ・ペレイラのクリアです。森田は縦につけて、まだ上よ、さあ今度は右サイド、森田が入っていく、ダイレクトパス、切り返したレンゾロペス、足がかかってないようです。いやーカウンターですよこれ、うまく解放します。そして森田スペースへ、小林優だ、小林優抜けました、小林優パスを詰められるか、パスが出血が止まる、戻ってくるないですよね、6番の森田、これで安いよ、おー森田背中が見えてました、狭いんですが冷静です。ついにその返しがありました、2対の同点です。いやうまい、うまく相手を返してパスを出す、どうしようかという使い方、深く入るということでもね、あの相手のミスからでしたけども、一定期あったので、ああいうのを外してましたからね。に行ってからハムストリングのピラノに脱走しましたけど、はい、将来が楽しみなその森田、ミドルシュート、森田、レアンドロ・ダミアン、フリックチャンス、小林、後ろから森田だ。クロスを上げて谷口、素晴らしい、うまく地元コントロールをして森田同点ゴールを決めました。ポイント厳しいですよね、はい、守備はコンパクトな形を続けていこう、そして正しい、この3枚はやはり近くで
もうやりたいでしょうね、プレーをね、はい、森高。中村健吾に点を作らせませんでした。ここは起こさなきゃいけない立場に、そう話している渡辺監督です。入れた、森田、おう、森田、森田、家永だ、石澤のパスです。多分ボランチも森田、森田から、おー、抜けた、川崎です。野村さん、湘南の方はディフェンスの岡本選手を準備しています。いい形で持っていきましたけどね、今いいとこ見ました、ね、そうですね、森田いいパスを出しました。さあ中央でプレス強めましたが、それをワンタッチの森田のパスで変えた。裏を一発狙いました。左足ボールをこぼして森田縦に送る、田中碧。さあそして細かいパスから中に送ってヘディングシュートだ。いやまただ惜しい。森田、斉藤、ああそうですか、ちょっと食いついてくれないですかね。うまく収めた森田に戻りました。うまい、体をぶつけながらうまい反応。ここは真当たり、大人の反応、森田縦パトク、ゆさばと森田が行く、セレオ戻して森田、前に小林、逆サイド、斉藤前につけに行く。持った時は室外が前に出るという。この辺りなんですが、試合前のウォーミングアップでこの3人入念に距離感だったり、これを剥がして上り里、森田は遠くを見ていた、遠いところで浮いていた山根を見ています。長い追うワンタッチ、森田逃げます。ここプレス行きましたね。これはうまい、いいサポートですね。そしてすぐに右に展開、中央で知念、一度戻してワンタッチ前、これが早くの大島です。森田ワンタッチで小林、そして中村健吾、森田と谷口、ここまで戻しました。田中純也が行きます。見てますね、森田が運ぶ。小人気監督のやはり采配っていうのがすごいですよね。素晴らしいです。森田は重要です。そう、森下が潰したかったんですが、フォローがあります。森田、おお、大森ヒール失敗、失敗、森田、おおと、谷口から森田前を向きました。森田星さんバックを狙っているようですね。もう2トップもね、おーっと交錯をして、これで笛が鳴りました。1面です。ワンタッチでつないだ、25番の森田、森田に大変なことになりますけれども、違いがありますね、はい、ガンバの右サイドとね、はい、あ、チャンスです。最後入ってきた、そうですね、多分選手の中で、まあ、今日こう3バックだったデビガルシア、そこからボールを奪って早く、ここにルフォンドル、あ、森田が行く、ここはいい守備を見せました。小田が拾います。ライディフェンス、いや、上がっていく長木、そのまま渡した、これが短いですね、今の森田の守備ね、これね、はい、リンギス、パパトさん、セルバが来た、ナイス、キーパーもっとに当たった、他にリンギス、ナイスカバー、セルバ打つ、左から中野が今回ってくる、そこの中野に通った、中フリーだ、チャンスはスタンバイ、シュート、先ほどのカウンターです。中根フリーだった、森田のボールを、セルバの脇坂、右足、持っていきます。は森田。ああ、場内沸いた。そして森田がそのまま運んで。
場の鈴木。ここは森田が奪いました。いやマルティノス、マルティノス勝負を仕掛けてもいいところです。マルティノス、ああいいディフェンスだ。さあ長いボール杉岡アンタッチでエリアの中へというところですが、ここはしっかりと負担をしていきました森田の対応です。この攻防は見どころですね、はい、そうですね。足元につけた高木、ドリブルでかわす。藤尾が呼んでいるが、ここは森田のスライディングか。ここはシャビエルが行きます。ヒールで金崎、うん、森田がそこが大きなテーマですね、今シーズンのフロンターレ。そうなるとこう一気にまた流れが悪くなる可能性ありますから、はい、更新します。ファーサイド入れ替わります。森田みんながもうちょっと入ってくれると思って出したんですけど、ちょっとそこはね、よりえぐれるんでね、これうまいドリブルだ。渡した、中村健吾来る、左を使います。さあ白崎、寄せる脇坂、伊藤翔、あナイスカット、森田から田中を、いやいいボールですね。これ逆に小山津が出てきますが、森田、もう出さない森田。森田が詰める、森田が奪う、ナイスディフェンス。タイプの選手だと思うので、確実に散らしながら最終的に中村健運ぶ。サンペール、ちょっと長くなったところ、野文君そこ早いでいいでしょ。森田攻撃の目を積んだ、野村ワンタッチ、うん、今度はこっちの田中が出てきた。田中達也だ、文字では森田川崎のノッカーレか。早いんですよ。AFL4 位のソニー仙台が川崎フロンターレ相手に2点をリードしています。ドイツからレアンドロ、前には上田がいる、向こうには伊藤氏、上田が要求ですが、ここ森田がまだ追っかけていた。いそしてパフェ小林優、ハリクに入る、奪った森田、クロスを入れて当たって、おー長いよ、いい反応、あと森田カット、一度持ってレオシルバー、安西、森田で潰して、レアンドロ・ダミアンが抜けていく。山根のパスが引っかかりました。ここの潰しが早い森田。安い狭いとこで粘る山口、森田です。強いですね、このボールもっと取りたいと。ボールですね、敵陣で取って小林は旗手のシュートだー。このファーサイド、その辺弾いて森田のシュート、素晴らしい一撃必殺、追いついたフロンターレ、苦しい流れの中チャンスをしっかり決め切った。森田ミドルレンジ、右足、追いつきましたフロンターレ。いやー今シーズン初ゴールですよね。強烈な一発だ。これもやっぱり大胆だっていうことだとは思いますよ、はい、綺麗に崩すだけではないと、まあ、思い切って行ったというところですかね。J1 初ですね、はい、J1 初